和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。実は私、前もちょっと話をしましたけども、初めて人前で歌うという機会がありました。藤岡藤巻デビュー50周年の記念のライブを代官山のライブハウスでやったわけですけども、藤巻さんと藤岡さんなんですけども、私が今恋せよ大人世代応援ラジオというのをやってるんですけども、それの主題歌を作ってくださって、その主題歌のお披露目、そしてまあその主題歌のボーカルを私がやったわけで、それのためにそのライブに出ました。それでこの T シャツもですね、もともと藤岡藤巻のファンだった人が私の YouTube も見ていただけているということで、プレゼントですと言っていただきました。ということで今着ている次第です。人前で歌う初体験ということで、相当ちょっとビクビクもしてますし、決してうまいわけではないんですが、その姿をぜひ見ていただきたいと思います。ユニークなライブでしたので、ぜひご覧になってください。今日はビッグなゲストが来ていただいてるんですけど、この4月からですね、文化放送で、和田秀樹の恋せよ大人っていうラジオの番組が始まっています。和田先生はね、皆さん言わずと知れた大ベストセラー、おととしのベストセラーナンバーワンですね、80歳の壁という書物ですが、1位で、何がいいって、和田先生は本当に年上の味方で、みんな健康診断で今日の顔ぶれ見るとですね、血糖値だとかコレステロール値だとか、その血圧だとかっていうのはすごい注意されると思うんですけど、そういうことを基本注意しない先生なんですよね。で、なんていうんですか、年取ったら血圧上がるの当たり前、コレステロール上がるの当たり前で、そのコレステロールが免疫力を高めてがんにもなりにくくなるしっていう、ちょっと医学界に喧嘩を売ってる人なんですけど本当に。でも僕も全部読んだんですけど、勇気もらえますよね。めっちゃもらうんですよ、勇気は。そう、特に70歳の生き方が80歳を決めるっていう本なんか、本当にずーんときて頑張ろうと思いますし、頑張らなくていいっていう本なんね。やりたいことをやろうよ、そう、やりたいことやりなさいっていう。で、がんも何歳過ぎたらかな、もう70過ぎたらがんの手術とかするなと、それよりも QOL を大事にして、やっぱりがんの手術をすると、ちょっと待って、ご本人いらしてるんでお前が生半可に言うんで教えるって、俺もう和田秀樹は憑依してるんで、いい加減な大雑把なまとめしてるだけ、和田秀樹のように語れる、ご本人呼びましょう。じゃあコーラスに文化放送の看板アナの女性看板アナの水谷さんがやっていただいてるんですよ。実際にテーマソング録音した時にも歌っていただいてるんですよ、はい、でやっぱり女性コーラス入ることで全然違いましたよ ね。で、今日はだから、和田秀樹先生 と、文化放送の水谷さんをお呼びしたいと思います。どうぞステージの方に。水谷さんが来るって言うんで、ドラムの川島君が興奮しちゃってる。もう川島君が水谷さんでもね、ちょっとこのおとなしい、普段何も喋んないのにね。そう、出来上がりの音聞いて水谷さんの声だけ引き分けてるらしいよ。最初から本臭い。関西だと大体こうみんな入ってくるとこうやって本格的なボケをやめる。ボケると、笑いが取れない時にボケると笑いが取れるんですね。芸がないと大体そういうやり方。俺ね、本当ね、巻き込んでやってくれたの、最初の詩はですね、和田先生が書いて、で、あと藤岡藤巻で曲メロディーつけたり、曲歌として完成させたんですけど、最初はあれなんです。で、恋せよ大人っていうタイトルなんですけど、もう大人が恋をしなきゃダメだというメッセージなんですよ。なんで、でも俺がすごい心配してるのは、医学界での権威が失墜しないかすごく心配してるんですけど、いや、権威より結果ですから、恋をした方がまず前頭葉って脳のね、もう若返りの部分が活性化しますし、恋をすると男性ホルモンや女性ホルモンが出ますから、もう恋をなるべくして残りの人生悔いがないようにしましょう。これもう70今日のね、悔
藤巻さん藤岡さんの歌を聴いてるとですね、なんか恋をするより騙されてるような話があるあのそういうちゃんと楽しい恋もきっとあるはずです。あるはず。もう望みだけは持とうと思います本当ですよね。期待しない方がいいと思いますけどで、水谷さん今日ね、ありがとうございます。生放送の文化放送の水谷と申します。大事なことだけ私お伝えしてよろしいですか。あの和田さんの番組なんですけれども、恋せよ大人、大人世代応援ラジオという番組で、毎週日曜日の朝4時から今4時っていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですけれども、その時起きられなくても何ですか、タイムフリー、ラジコのタイムフリーで後からいくらでも聞くことができますのでぜひ聞いてください。後でもいいから、すっごく面白いんですよ。ためになる話もするし、かかる曲がまあマニアックこの世代だったら知ってるんだけども、例えば荒木一郎とか知ってるけど、そうすると年のマックスとかじゃないですか普通だと。これ何しゃべかけた、君に捧げるほろ苦いグルースしたつんのね。でも知らない歌なのに誰かがパクってるんですよ。まあそれをだ聞くと誰がパクったか分かりますちょっとあえて言いませんけども、あのねのねも魚屋のおっさんとか赤とんぼじゃないんですよ、かかる曲が。つくばねの歌ですこれがまたやらしい歌なんですけど、ね、もうね本当面白いです。あの当時の深夜放送を彷彿とするんで、もうぜひ聴いていただきたいなと思います。伊予さんが提供してくれてますので先生、私の72になったんですけど、今週、はい、恋する相手っていうと射程距離でいうと水谷さんぐらいですね。いいですよねこれをなかなか素敵な人はすごい嫌そうな笑顔をしてます。楽しい方いっぱいいらっしゃるので、いやちょっとよりどり緑なんじゃないかと思います。ただ残念ながら人妻なんです。全然大丈夫ですよむしろ大好物ですよ人妻好物だよね。だって私の恋せよ大人っていうのはあれでしょう、性行為をしようってことじゃないでしょう。そうです、好きだって思えばいい。そうです、好きだという気持ちすごい大事ですからね、うん、これね、もう人間を好きになれないとだんだんいろんな意欲が落ちてくるんですよね。だからもうとにかく人のことを好きになる、嫌いになるとね、大体さっき言ってたみたいに変な難しい顔ばっかりしてる大人になっちゃうんです、はい、まあ親父勘違いするなっていう感じですけどねちょっとあと LINE 交換してということで、ね、せっかくいらしていただいたんで、なんとそのテーマソングを和田先生が歌ってらっしゃるんですよね。藤岡始まりであれやろうと思ったんですけど、でダメ元で頼んだら歌うって言うんでびっくりして歌うというか、なんとなく巻き込まれたという感じなんですけど、まあ大体だからその歌っていうのはもともと下手でですね、小学生時代はもう大体通信簿というやつがあって1か2、それで中学高校時代フォークこういうギター弾こうと思って買うんだけども、それでも挫折してですね、もう挫折人生みたいな感じだったんですけど、知ってる人も多いと思うんですよ。この方は灘中灘高名門のでストレートで東大学部入ってる人なんですよ。でだけどその中学は5番で入ったのに深夜放送に狂ってしまって、ダダダダダダってこう破滅の人生で破滅の人生行った時にフォークギターを買うんですよ、例のごとく。ところがもっと破滅するみたいなまあでもそこから東大医学部ですから、まあ皆さん君ならできる、はい、あでもその頃ね、好きだったボクシンガーがやってるようなこのライブハウスでの歌うのは初めてだったんですよ。そうなんですよ、だからもう生まれてこの方初めてレコードとか CD みたいなものの録音をさせていただいて、スタジオ入ったの、スタジオ入って初めて、で生まれて初めてこうやってライブハウスで歌うという、もう感激の瞬間です。でも前頭葉には初めてのことに挑戦するといいんですよね。そうです、そうです、まさに釈迦に説法ってやつ当人の言ってることを和田さん書いてるの何でも言えるから水田さんは何か
あります？この歌に関して。いや、私今日ちょっと覚えてなくって、もうコーラスなんですけど、ちょっともう老眼鏡持ってきているんですが、結構大きいので、もう大丈夫だなと思って。そうだ。お菓子と。はい。ここの。わかりやすくて大丈夫。こう見えてあの 藤巻さんってものすごくいろんなこと細かいんですね。なのでちゃんとそのあのカラオケで練習しろとかって言ってきた時にカラオケで練習って歌詞がないとできないよねって思うじゃないですか。ちゃんと歌詞を PDF で送ってくる、こういう細かさが素晴らしいですよね。まあね、大物に弱いだけなんですよ。もうバンド内では何もしませんから。じゃあその、はい、生まれて初めてのレコーディングした曲を生まれて初めてライブハウスで歌うと皆さん時代の目撃者ですからね。今日失敗したらちょっと和田さんやんないと思います。あの心して盛り上げてくださいね。はい、じゃあ恋せよ大人という曲を行きましょう。
まああのそういう最近のコンセプトはですね、もう70過ぎたんで、あのいかに老人を元気にしていくかということをコンセプトにね、やっていきたいなと。あのまあ月に21回射精しなくてもいいですけど、まあそれに準ずる何かをね、やった方が健康にはいいらしいです。だからあのラジオの相談で、和田先生の、どっかの主婦だったんですけど、パート先の、男の人に誘われて食事とか誘われてるんですけど、行ってもいいんでしょうかって言ったら、和田先生が医学的にはぜひ行ってくださいその先まで行って大丈夫です、医学的には倫理的には責任持てません次はですね、なんとですね、まあ、崖の上のポニョっていう歌なんですけどね、なぜ俺たちがジブリンルートソングを歌うことになったのかって、まあ、いろいろ疑問はあるんですけど、そもそもですね、この歌もですね、大橋のぞみちゃんありきの歌でしてね、で、一回ですね、宮崎駿さんに紅白歌合戦が決まった後にね、ジブリで会ったんですよ。したら宮崎さんが、ああおめでとう紅白出るんだってねっていうか、ああそうなんですよ、でも99% 大橋のぞみちゃんのおかげですよって言ったんですよ。したら、そんなことないよって言うから、あ、もうちょっと認めてくれてんだと思ったら、そんなことないよ、99.9% だよって。そうですよね。じゃあそんな曲をですね、次はですね、僕らの、いつも面倒を見てくれてるですね、ペッターちゃんっていうのがいるんですけど、ペッタちゃんが、まあ、我々と仲良くなったのもこの曲がきっかけだったんで、今日はペッタちゃん、振り付けを完コピしてますんで、大橋のぞみちゃんの振り付けを、一緒に、歌ってもらおうと思います。よいしょ、はい、おー、ちゃんとちゃんとね、これちょっとセッティングしてくれる。あ、はい、今日はですね、なんとですね、ペッタちゃんのお父さんが静岡からですね駆けつけてくれてますね。そうなんですよね、のぞみちゃんなんかすいませんね、皆さん。むしろね、あの後も藤岡島に活動しててやりたかったんですけど、崖の方にも二人でやっても何の意味がないんですよね。これ最大の欠点ですよ、二人でできれば全国営業で回れたんですけど、のぞみちゃんがいないと全く営業の口かからないんでね、声かからないんで、すいません。よくね、あの後飲み行ってね、カラオケ行くじゃない、気使って取引先の人とかが本人入れてくれるんですよ。やってくれないよ、やってくれないよっつって、いやいや、いいからいいから、無理だからって言って勝手に入れちゃうんですよ。そうすると流れるわけです、ポニョが。で、俺がポニョポニョって歌うと変な空気になりますよ。そこ俺が歌ってんだよね。だから言ったじゃないかっていう。いや、本当にそうなんですよ。今日はね、成立してますからね、一応ね。今日はペッタちゃんの振り付け注目していただきたいですよね。あんまハードル上げない方がいい。ハードル上げない方がいい。もうちょっとこう倒したらいいかな。倒す、そうその方がやりやすい。了解です。あの頃もでもね、宮崎駿さん一応断ったんですよ、僕らじゃまずいんじゃないですかって言って。でも宮崎駿さんのセンスでね、後ろにね、こう藤岡ジムがいた方がのぞみちゃんが輝くと。つまり皆さんご存知の隣のトトロの森のシーンあるじゃないですか、トトロと、めいちゃん、さつきちゃんが真っ暗な森の中にいると輝いて見えるわけですよ。つまり僕らも真っ暗な森の役。森ですよね。森ですよ。背景歌手と言われました。そのね。華やかにね。はい。あ、じゃあ崖の上のポニョ行きます。
最初にできた曲だったんですね。日本のビートルズになるべくですね。これはあの普通のラブソングがたまたまこういう表現方法になってしまったというだけ。